一シベリアトラップは、ロシアのウラル山脈の東に、中央シベリア高原を中心として広がる、洪水原部岸である。緯度50から75度、経度60から120度にわたる面積200万平方キロメートルは、西ヨーロッパの面積に匹敵する。2億5100万年前の PT 境界ごろに200万年以上続いたと考えられる、大規模な火山活動で、マントルプルームが、 シベリアクラトムを貫いて噴出したもの。業界岩や被災岩が分布し、軽症室である流門岩や寒暖岩を伴うことから爆発的噴火があったことがわかる。これにより、当時の生命体の内属レベルで8割以上が絶滅したと推定される。2000年以降は、ライデン大学とケンブリッジ大学の共同研究の結果、シベリアの洪水原部岩中に含まれるウランと、 トリウムの放射年代測定の結果が2億5100万年前に一致しないため、巨大隕石の衝突を原因とする学説もある。また、ソビエト連邦の崩壊後は、プーチン大統領の指揮のもとで天然資源開発が進み、ノリリスクなどで大規模なニッケル、銅、パラジウムなどの天然資源や、核兵器や原子力発電に用いるためのウラン採掘が行われている。 ありがとうございます。